こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。今回は抱擁という言葉についてお話ししていきたいと思います。抱擁とはユーティリティの訳で、大まかに言うと何らかの財やサービスによって得られる満足感という意味になります。ミクロ経済学の専門用語みたいなものなのですが、これも毎度おなじみのわかりにくい訳ですよね。経済学において、人々の経済行動を考えるときに、その目的は効用最大化である、という仮定の下で論じられることが一般的です。効用最大化とかいう言い方だと、ちょっと堅苦しいけど、より多くの満足を得ることと、考えれば、まあ妥当な仮定ですね。しかし効用というものは個々人がどのように感じるかということなので、数値化してデータを取ったり客観的に評価することが非常に難しいものなのです。例えば1個100円のメロンパンがあったとして、それを買った人はどの程度の効用を得られますかと聞かれても、そんなの人それぞれでしょとしか答えようがないよね。効用を具体的に数値化することは難しいですが、どちらがより大きいかという観点で考えることは可能です。同じ1個100円のメロンパンであっても、平均的な食べ物の好みを持つ普通の人とメロンパンが大好きな S さんとでは、どちらがより大きな効用が得られるかというのは言うまでもないでしょう。絶対値で測ることは難しくても、相対的に測ることならできるというわけですね。そしてミクロ経済学で消費者の行動を考えるときに重要になるのが限界効用という概念です。この限界は前回の動画で紹介した経済学特有の限界なので、限界効用の大まかな意味は、財やサービスを新たに一旦得た時にどれだけ満足できるかということになります。もしお腹が空いている人がメロンパンを1個得たとすると、その効用は非常に大きいものになるでしょう。しかし2個目は1個目に比べて多少満足度は低下し、3個目、4個目となるにつれてさらに低下していくことになります。あんまり同じものを続けて食べていると飽きてきちゃうもんね。このことを限界効用低減な法則と言い、これはミクロ経済学における様々なモデルの前提条件となっています。ちなみに低減とはだんだん減っていくという意味ですが、これも経済学で逆目にする方言です。限界効用低減って経済学用語の集合体みたいなもので、すごく難しそうなんですけど、要は同じものの消費が続くとだんだんありがたみが薄れていくってことですよね。ただし普通の人とメロンパンが大好きな人、そして大食いでいくら食べても満足しない人では、効用の推移に違いが生じるので、経済モデルを考えるときにはそういった違いを考慮することも必要になってきます。効用ってのは人それぞれですし、人それぞれだからこそ相対的に考えないといけないんですよね。自分が〇〇を好きだから他の人も好きに違いないというような考え方は NG ということで。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。